つとね、プロレスなんかそんなに理解できないんですよね。最初はいやもう嫌だと思ってたんですよね。無理しない、怪我しない、明日も知らない要素もあるところが好きなんで、悪性の腫瘍ができまして完治するのはなかなか難しいという新ネムルブルス開催いたします。アンドレ・ザ・ジャイアント・パンダと出会って、その後に病気が希望と絶望が両方来たっていう、今までの中で一番メンバーがこう一丸となってるんですよね。来ましたよ、ついに新規マン。来ると入場してきました。人を楽しませるってことを本当徹底している人で、一生懸命やってるのがやっぱり代表なんですよ。はい、では今日の高橋留美のシネマ館配信も、映画関係者の方とお話しさせていただきたいと思います。まずは自己紹介のほどお願いいたします。はい、映画無理しない怪我しない明日も仕事新の森プロレス物語のプロデューサーを務めております。札幌のテレビ局の北海道文化放送というテレビ局の、吉岡文幸と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はこれは北海道とつながっているということ。そうですね、もう札幌はもうマイナス7度、今日はですね、めちゃくちゃ寒いです。はい、あ、そうです。こちらは昨日よりもちょっと温度が下がって、8度ぐらいで寒く思いますけども。いや、もう寒い上に雪がすごくてですね、はい、もう長靴じゃないと歩けないぐらいの雪が積もって今おります。今、拝見したら全然それは感じなくて、お互いに壁紙がちょっと白っぽいんで、それが。寒いかなと思いますけど、そのね、季節は寒いんですけども、はい、もう作品は暑いということで、あ、ね、ありがとうございます。うまいこと持ってきましたけど、はい、ドキュメンタリー映画なんですけども、簡単にあらすじの方をお願いいたします。はい、はい、この映画です。もともとテレビのドキュメンタリーとして、はい、最初作りました。これはまあ40数分のドキュメンタリー、はい、45分ぐらいのドキュメンタリーだったんですけども、はい、たまたまそれでまあ、いくつかのテレビの賞をいただきまして、はい、でまあ、それはそれで良かったんですけれども、はい、映画を最初作ろうという気はそんなになかったんですが、はいはいはい、実はこれフィクションの話もですね、はい、違うチームが進めてまして、はい、ところが予算的な都合とかもあり、俳優の名前とかも出てたんですけれども、はい、それは頓挫してしまったんですね。はいはい、それで、まあ、その根室の人たちとか、これ根室の映画なので、根室という町の人たちや、はい、まあ、団体の人たち、はい、あと、まあ、これを撮影してた、まあ、カメラマンがいるんですけども、はい、その方たちが、まあ、ちょっとがっかりしてるって話を聞きまして、はい、まあ、それならば、このテレビのドキュメンタリーをベースに新たに取材して、再構成して、はいはい、で作り直したら、まあ、予算的にもそうでもないですし、まあ、ある程度、賞もいただいているというクオリティは、はい、まあ、担保できるということ、あとは、まあ、一応名前はタイプロレスモデルについてますけれども、はい、まあ、中身は実はこれ、家族愛とか、うん、あと、まあ、地域の活性化とか、はい、あと、まあ、メンバーの何よりも多様性を受け入れている主人公の寛容さとか、はい、ちょっと現代的な多様性のテーマなんかも入ってるということで、はい、これはもしかしたら幅広い人に見てもらえるんじゃないかと、うん、いうことで、こう配給会社に持ち込ませていただいたんですね。はいはい、それで、まあ、見せたところは、これはいけるよという話で、うん、それで、じゃあ急遽、あ、まあ、じゃあ映画やろうということで、映画化に乗り出しました。はい、ただついては、その当初はですね、これトルメンドキュメンタリー、ナレーションを、はい、その撮影した根室のカメラマンに、はい、読んでもらってたんですけども、はい、これです。もう67歳の、まあ、報道ベテランカメラマンで、はい、
普段からこう話しててもですね、訛りがきつすぎて、うん、もう何を言ってるかわからないぐらいの感じなんですよね。はいはい、それでこれ全国に映画だと、うん、まあ、沖縄まで流れるかもしれないということで、はい、標準がいいということで、はい、あのチームナックス、まあ、北海道の映画なので、はい、オール北海道で、うん、キャストをやりたいというふうに、はい、チームナックスの、まあ、社長に相談したんですが、はい、そうすると、まあ、あの吉岡さん、大泉は忙しくてダメです、紅白もあるんでちょっともう無理ですとか言って、はいはい、ただ、まあ、安田顕は、うん、あのアントニオ猪木を探してにも出てましたけれども、はいはい、もう芸能界屈指のプロレスファン、あ、なるほどなるね、で新日本プロレスのリングアナもやってるんです、ね、はいはい、ということで、安健が多分受けるんじゃないかっていうふうに社長が言うもんですから、うんうん、いや、ぜひぜひちょっと安健でっていうことで、うん、ご本人に聞いたら、うん、2つ返事で OK していただいて、ね、うん、それでナレーションは安田さんになるということで、はい、まあ、ちょっとあんまり詳しく言うとこう、ネタのバレになってしまうあれなんですけれども、はいはい、まあ、要は地方の、うん、まあ、自分たちでは全く行けてない人たちって、普通のおじさんたちですね。はい、で、この主人公は、その中でも、まあ、根室のおもちゃ屋をやってたんですけれども、まあ、はい、そもそも根室、子供もいなくなってきてですね、おもちゃ屋は、はい、自体はもう非常に経営としては厳しい中で、うん、まあ、自分たちで、はい、プロレス仲間でリングを買って、うん、しかもなんかメルカリかなんかでなんか買ったとか言ってましたけども、はい、オークションですね、ごめんなさい、ネットオークションで、はい、でプロレスを始めて、で、まあ、そういうイケてないおじさんたちをこう、うん、集めてですね、声かけて、はい、それで、まあ、アイディアとその面白い名前つけて、うん、マスクをかぶらせて、でキャラクター付けして、はい、で、まあ、言ってみればこう弱みを抱えているいう方たちの弱みの部分を強みにして、うん、で、全国にエンターテインメント集団として打って出たと、うん、そこに、まあ、アンドレ・ザ・ジャパンドというその大きなレスラーが非常に人気を博して、はい、で人気者になっていってという、はい、まあ、前半部分はですね、はい、その奇跡を、描いていて、まあ、あの昔はあのイギリスかなんかに言われるフルモンティっていうですね、あ、はい、ありますよね、はい、しがないおじさんたちがこうストリッパーで、はいはい、あの出くっていう、はい、あと、まあ、あの例えばあのブラスっていうなんかあの、はい、まあ、失業者になりそうな人たちがこう、うん、ジャズのブラスのバンドでこう、はい、行くっていう、なんかそういうような、田舎の町から、うん、全国にこう打って出るみたいな、うん、前半はですね、まあ、そういう話なんですけど、はい、後半は、はい、その主人公と家族や、うん、はい、まあ、その主人公とそのメンバーの方たちの絆とかですね、はい、まあ、そういった部分に、うん、まあ、だんだんこう話の焦点が移っていって、はい、全体としては、まあ、我々、あの私どもはその笑って泣ける、うん、人生エンターテインメントと、はい、はい、いうようにあの映画の内容は歌っております。すいません、長くなりました。いえいえ、その中ではプロデューサーに言っていただくと、私が言うことがなくなってきちゃった。でも、でも非常にやっぱこのテレビのドキュメンタリーだけでは、あの置いとくのはもったいない内容でしたね。やっぱり、これでやっぱり、うん、こう一瞬で、やっぱりテレビで放送されると一瞬で終わったりとかするんですけどね、やっぱり映画にしちゃうと、我々全国の方にも見ていただけるし、うんうん、やっぱりこう集中して見れるというところがいいですね。うん、で、あの、まあ、先ほどおっしゃったように、まあ、どちらかとこう二部構成になってて、その中でもすごくスピード感がある、さすがに、まあ、あのプロレス扱ってるんで、まあ、最初から最後まですごいスピード感がある展開でしたね。はい、はい、これ例えばですね、これ、うん、まあ、取材が始まった後、最初からこのプロレス団体が立ち上がってるから取材してるわけではないんで、はいはい、どうしてもこう映像がない部分があるんですよね。はい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 、で、これ普通は、まあ、例えばインタビューとか、ナレーションで、はい、埋めようとするんですけれども、はい、まあ、これはやっぱりこの、もうそれじゃあ、まあ、ちょっと面白くないな、というスタッフに話をしまして、はいはい、で、まあ、プロレスということもあってですね、はい、ここはちょっと笑いの要素を入れたいということで、うん、まあ、ある程度こう4コマ漫画をですね、はいはい、なるほどね。で、まあ、映画としては、珍しいと思うんですけれども、うん、まあ、そういう手法をちょっと取り入れさせていただいて、うん、そこはこうだれないように過去の話をするときも、うん、まあ、笑ってどんどん見れるような形にさせていただいたということでございます。そうですね、だからその登場される方の、まあ、本業であるとか、まあ、素顔の部分もパッと簡潔に説明していただいて、うん、ほんでそのまま
まあ、覆面レスラーになって、もうその辺 もう簡潔に分かりますよね。このレスラーは、うん、こう本業はこうだ、でもプロレスラーはこうだっていうのが、うん、それがもう短い時間に分かる。でそれが入っていけてこう 見れるので、そう初めて見る選手なのに、もう長年のファンでおるような気分で、なんかこうスッと入り込んでいくっていうのが、それがそのスピード感があるっていう表現させていただいた中の部分ですかね。あ、うちだからどうしても知らない団体を見ると、うん、もうそこからちょっと距離を感じるんですけど、うん、もうこれも一気にもう距離を縮められて始まっていくっていう作品ですね。うん、それはですね、多分おそらくそのメンバーの方たちの魅力が大きくって、はいはい、まあ、それぞれ個性的な、はい、仕事もまあバラバラ、うん、でキャラクターもバラバラで、はい、まあ、要はそのキャラクターが被ってる人は一人もいないんですね。そうですね、はいはいはい、でまるでこうフィクションというか漫画に出てくるような、うん、キャラクターの人たちをさらにこうプロレス的にこうギミック化して、うん、印象付ける形でそのサムソンさんという主人公の方が、うん、役割を与えているので、うん、そういう意味ではその、ま、漫画とかドラマとか映画とかってそもそもフィクションだとこう、はい、キャラクターをこう分けて、うん、まあ、演出するっていうか、はいはい、登場人物をこう当てはめると思うんですけれども、はい、これ実話なんですけど、はい、そういうふうになってるというか、うん、覚えやすいっていうのは多分そうですね、そういうところもあるのかなと思いました、うん、そうですね。だからこういろいろこうビジュアルとか見てるとなんかこうおちゃらけな団体かなと思ってたんですけども、もう全然すごく皆さん真剣味があって、でも結局その出会う時はもうやっぱりこれすごく見てて、この新ネムのプロレスはもうエンターテインメントやなっていうのがすごく伝わってきて、もうスポーツの要素もあって、まあちょっとショーの要素もあるけど、でもそういうのこの北海道らしいお笑い、また関西とは違う、うん、こうユニークなこう微笑ましい笑いがね入ってるっていうか、大阪だとちょっとコテコテになるんですけど、うんうん、だから大阪にも大阪プロレスっていうのがありますけど、あ、そうですか、はい、はい、なんかそれは、うん、なんかもうキャラをこう前面に出して、うん、こう笑わそうっていうのがにじみ出てるから、うん、ちょっと受け付けないところはありますけど、これはもう自然の中で、うん、自然体で何気ない笑いというか、ね、そういう団体さんやって、うんうん、ああなるほど、あ、そういう見え方もあるんですね、うん、はい、私も北海道の人間なので、これね、そうこの主人公の年と私の年全く同じなんですね、はい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 、でこれどういう世代かというと、うん、ドリフターズとか、はい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 、ひょうきん族とか、はいはいはい、ど真ん中のもう小学校6年生、はいはいはい、中学1年生とかで、はいはい、まあ、そういうこう影響をあまりにもこう受けてるもんですから、はいはい、そのふざけてて かっこいいものをかっこよく見せるっていうことに対して非常に抵抗があって、うん、はいはい、なんかそのふざけてる方がかっこいいと、うん、こう笑われる方がかっこいいっていうような、多分この主人公の方たちも、うん、そういう世代だと思うんですよね、うんうんうん、だからとにかくふざけたいと、なんかふざけたいとか、うんうん、かっこ悪く見せ、うん、思われたいと、うん、だそれがまあかっこいいんだっていう、うんうん、ちょっとそういうプロレス的な、うん、こう虚実の合間ぜの部分なんかが、うん、このなんとなくこの映画全体の雰囲気もなんかそんなような感じになってるんじゃないかなっていうふうに思っています、うん、でも結局、まあ、そのジャイアント馬場さんだったりとかアントニオ猪木さんも、うん、存じ上げていて、その中で前はそのドルフターズのプロレスコントみたいなもっていう、うんうんうん、そういう要素もっていうあれですね。あ、もうおっしゃる通りですよ。傍らで、うん、その新日本プロレスは8時台で映画をやりましたし、うん、前日は日曜日の10時ぐらいでやって、うん、その両方見ていたので、まあなんかその両方の雰囲気というか、両面の要素がなるほど、ね、うん、この新日本プロレスで団体自体に入ってるような気がしますね。今やったらね、まあ、デジタルなんでこう、両方いっぺんに見ることはできますけど、あの時代はね、はい、どっちかって、はい、親はプロレス見て、父親はプロレス見て、うん、子供は、うん、そういうドリフターズ見たいっていう感じで、うん、でも結局そのドリフターズさんがこうプロレスネタをすると大人も見るっていうね、うん、そういう、はいはいはい、あれですね、分かります、そういうね、はい、なるほどね。でもそれがやっぱりこう北海道らしい、うん、そのドリフターズさんっていうのは
まあ、関東寄りのお笑いなんで、関西ではないよねっていう。ああ、なるほど、なるほど。うん、まあ、確かに、ちょっとあれですよね。まあ、あんま、おまぬけな感じのね、笑いがこのシネマルプロレス多いですもんね。でも、本当になんか、元気をもらう作品でして、で、まあ、後半はね、まあ、その、サムソン、宮本さんのね、話が中心になっていって、もう後半はやっぱこの、うん、プロレス抜きで人間ドラマでしたね。ありがとうございます。うん、まあ、名前はそのプロレス物語になってますけれども、はいはいはい、まあ、本当にそもそもこの映画化したときに、まあ、幅広い年齢の方に、はい、幅広い層の方にですね、はい、見ていただきたいと思ってまして、はい、まあ、なぜならば、やっぱりその、まあ、日常、まあ、今も、まあ、非常にこういろんなこと、正月早々、まあ、起きてますけれども、はい、うん、まあ、日常を日々暮らしていく中で、うん、まあ、結構こういう時代ですから、まあ、辛いこととかは多いと思うんですよね、うんうん、でこの方たちもメンバーの方たちも、まあ、自分の居場所がないような方たちも中には多くいらっしゃって、でそれがまあこういうプロレスという、まあ、アマチュア団体とはいえ好きなことを、まあ、気心の知れたのかなと一生懸命やって、うん、でまあ、ちょっと才能というかプロデュース能力のあるリーダーとあって、うん、でこう光り輝いていくというような、なんかそういうこう幸せのこうあり方というか、うん、貧乏な町ですけどもね、根室とかそういう皆さん裕福じゃないんですけど、うん、それでもこう楽しく生きていける方法がここにあるぞというのをちょっとこう表してるのかなと思って。うんうん、そういうところを見ていただきたいなと思ってます。本当に、まあ、ここね、関東とかは1月2日から公開やったんで、うん、2024年の公開映画としてはね、トップバッターの中の1本だからね、1本目にこれっていうのはいいなと思いつつ、ちょっと関西はずれてきますけどね。でも、なんか元気が本当出て、このだから無理しない、怪我しないっていうのは、そのメンバーの方たちが自分自身に言ってる言葉ですけど、明日も仕事っていうところで、こう観客の語りに対してでもメッセージがあるから、こう猪木さんじゃないけど、うん、ワンツーダーのダーの部分がこう明日も仕事でみんなでね、明日も仕事っていう感じで、なんかサザエさんじゃないですけど、日曜日のあれですけど、だからそういう本当こう本若的な、うん、元気の出る作品でしたね、うんうん、確かに見終わった後に、ちょっとまあ舞台挨拶なんかするときには、必ずその今のおっしゃられた掛け声で締めるようにするんですよね。はいはいはい、そうすると締まりやすいということですね。締まりやすい。やっぱりもうこの辺のちょっとプラスもいいし、まあ、結局、題名でつけるというか、こう、新根室プロレスにまあ夢をかけた人たちの物語って言ったら、しくっとくるかなというね。そうなんですよね。だから本当は、ね、無理しない、怪我しない、明日も仕事っていう方が、うん、この映画のタイトルではあるんですよね。うんうん、まあ、分かりやすいんで、シネプロレス物語って言ってますけれども、はい、前半部分の方が、まあ、手を表しているような気はします。はい。はい、ですね。はい。私もそんなプロレスをこう真剣に見る方じゃないんですけど、もう今回本当にこう、はい、久々に見たなっていう感じで、うん、あまり痛くない、血が出ない。うん、本当にね、そういう、こうエンターテインメント、プロレスイコールこうエンターテインメントだよっていうのを、うん、なんか教えられた作品やし、やっぱりエンターテインメントっていうのは皆さんに夢も与えるし、まあ、元気も与えるよっていう、ね、キーワードの一つですからね、うん、なんか それを表現した作品かなと思いました。ありがとうございます。あと今その東京で映画やってるんですけど、はい、もう一つ他局、北海道のですね、別の局で、はい、ヤジと民主主義っていう、はい、映画もドキュメンタリー映画もやってまして、はいはい、やっぱこれ東京の同じ映画館で北海道の、はい、ドキュメンタリー映画が2つ同時にかかってるという状況なんですよね。はい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 、全く毛色が違う、まあ、そちらはまあ真面目な堅い報道系のドキュメンタリーですけれども、はい、うん、まあ、ちょっとそれも面白いなと思ってですね、同じ地域から、はい、同じテレビとドキュメンタリーから発した映画がかかってるっていうのは、はい、まあ、なんとなくこう面白くて楽しいなっていう気になってます。うん、はい、まあね、今も我々ドキュメンタリーの方が普通の映画でも面白い時ありますからね、うん、共感できるドキュメンタリーやったりしますけどもね。うん、そうですかね。ぜひともちょっと関西の方でも見て
ね、あんまりお笑いっていうところを出さないで、やっぱりこう人間とドラマ、人間ドラマとしてね、皆さんに見ていただきたいし、ちょっと関西にどう伝わるかなっていうのが、あれ、わからないですけど、まあ私も関西人でも全然受け入れられた作品なんで、はい、関係なので、はい、受け入れてほしいなと思います。ぜひともありがとうございます。はい、多分素直なですね、感情を皆さん、この主人公をはじめ、はい、出してるんですよね。で、一箇所、まあ、これネタバレなのであまり言えないんですけど、はい、プロレスなんで、この主人公のサムソン・ミヤモトっていう人は、全部こう演出してる、自分の命までもこう最後に演出してですね、はいはいはい、エンターテインメントとしてこうやろうっていう、うんはいはい、まあ、そういう確固たる信念のある男なんですけど、一箇所だけですね、うん、そのマスクが剥がれるっていうか、その自分が演出して演じてるマスクが剥がれるインタビューっていうのがあるんですね、一、はいはい、箇所だけ。で、これを撮ったのが、その根室のずっと67歳になるカメラマンで、まあ、昔からの知り合いで、はい、で、まあ、ズバッとその彼の心に届く質問をして、で、一瞬彼のその、まあ、マスクが剥がれる、本音が出るというか、素が現れるところがあるんですけれども、はい、それもちょっと一つの見どころとして、はい、見ていただきたいと思います。あのシーンがあるから、まあ、ドキュメンタリーとか映画になるというふうに私も思ったので、はい、そこも一つこう、あ、ここだなというふうに思っていただけたらなというふうに思いました。ぜひともね、皆さんの元気をもらいに、映画館の方に足を運んでいただきたいと思います。で、最後にね、またプロデューサーも気張り合わすんで、無理しない、怪我しない、明日も仕事を叫びに劇場の方に行ってくださいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、最後になりましたけど、また簡単にメッセージをお願いします。はい、はい、今高橋さんにおっしゃっていただきましたけれども、はい、この映画本当にですね、まあ、見て、まあ、元気をもらえる映画だと思いますし、はい、あと地方からでもですね、まあ、そのアイディアと、それからまあやる気、そして仲間、本当に好きなことを一生懸命やるとですね、この全国に通用するコンテンツが出せるというふうな、まあ、いい恒例だというふうに私は思っております。ですから、ちょっとこれを見てですね、はい、チャレンジを、精神を燃やしてですね、よし、何くそやるぞというような気持ちにみんななっていただけたら、嬉しいなと思っておりますので、はい、ぜひとも多くの方に劇場に足を運んでいただきたいと思っております。はい、大阪の皆様、よろしくお願いいたします。はい、魅力ですけど応援させていただきます。本日は忙しい時間の中、どうもありがとうございました。ありがとうございました。